平成22年9月20日敬老の日、東京都港区にある笹川記念会館国際ホールにおいて、平成22年度全国銀英コンクール決勝大会が行われました。このコンクールでは、年齢により幼年の部から一般3部までの6つの部門に分かれて銀英が競われます。番組では各部門の全出場者の銀英を紹介していきますので、最後までお楽しみください。本日は一般3部の銀英をお送りしていきます。深夜落城に笛を聞く。除夜の作。旅館の関東一人眠らず確信何事ぞ装備
南高エイズ日本に余生Your soul.
밤이 괴물이도 南光を得ず。南光堂
三樹の手底に遊ぶ。壇の浦を過ぐ。
出題。
一般三部に出場の皆さんの吟詠をご覧いただきました。吟研四部の世界では明日も引き続き平成22年度全国吟詠コンクール決勝大会の模様をお送りしていきます。